はい、こんにちは。メイパスのスカンサーです。そんな感じで今回なんですけれども、ニットをこませについて解説していこうかなと思います。皆さん、ニットをこませについてご存知ですか？結構ね、ニットをこませ知らない受験生多いなと思います。ニットをこませについて皆さんどれだけ言えますか？この動画最後まで見ていただければ、ニットをこませについてわかりますので、ぜひともね、最後までご覧いただければなと思います。じゃあ早速ね、ニットをこませ、解説していこうかなと思います。まずはですね、ニットをこませを偏差値という軸でね、見ていこうかなと思います。皆さんここでね数字見れるかなと思うんですけども、道はねこのような形となっております。まあ一応特徴とか見てもらえると分かるんですけれども、日本大学がねまあ偏差値高いような形になってますけれども、一応まあ下限から上限まで紹介してますので、医学部がありますからね、日大はね。ちょっとね、そこら辺も比べて日大がちょっと突出してるかなというところもありますし、で2と5万線ね見てもらえれば分かるんですけど、多くの、ね、学部が存在します。もうなんかちょっとね言い方悪いですけど、結構カタカナを使ったね学部が多いなという印象ですので、まあ、正直ね比べることがやっぱね難しいですね。一律でここの学部とここの学部はどれぐらいのねレベルの違いがあるのかなってところがやっぱなかなか難しいかなと思います。例えばですけど、ライフデザイン学部とかネットワーク情報学部とかグローバルメディアサービス学部とかね、なんかもう長いですよねそこを踏まえるとちょっとね比べることは難しいかなと思いますね。まあ、それもちょっと面白いところに、駒澤大学に仏教学部とかあるんですよね。あ、皆さん知ってました？やっぱその学部ね、2と5万線は特にそうなんですけど、やっぱ大学によって特徴が様々ですので、いろいろと学部も含め、偏差値も含め見てもらえると、まあ、自分に合った、ね、学部大学が分かるかなと思いますので、そんな感じで、頭の中に入れてもらいたいなと思いますね。はい、次キャンパスについてご紹介します。キャンパスなんですけれども、一応ですねこんな感じで出てるかなと思うんですけども、日本大学が18キャンパス、東洋大学が5キャンパス、駒澤大学が3キャンパス、専修大学が2キャンパスあるというところで、日本大学が18キャンパスって専修大学がその9分の1というところでね、また駒線の中でも差があるというところですよね。まあ、一つその日本大学は学部ごとにキャンパスがあると思ってもらえばね、分かりやすいかなと思います。特にやっぱ千葉とか埼玉、東京、あとなんか福島県に位置したりするんですよね。それだけキャンパスが多い学部、少ない大学もあるというところで、頭の中に入れてもらえたらなと思いますね。全体的に東京中心で、郊外、東京じゃないというか、千葉、埼玉、神奈川に理系が置かれるようなイメージだと思ってもらえばいいかなと思いますね。日大のね、マンモスさが分かるかなと思いますので、そこだけ頭の中に入れてもらえたらなと思いますね。続いて、人数ご紹介しようかなと思います。こちらにドンと出てるかなと思うんですけれども、日大が7万5000人、東洋が3万2000、専修が1万9000、駒澤が1万5000というところで、日本大学が一番大学の中でも多い形となってますね。明治が3万人ぐらいですので、そこも踏まえるとなかなか多い数になってるかなと思いますし、特に駒澤が1万5000人ですから、そこも踏まえると、ね、かなり多い数字になってますよね。余談ですけれども、日本大学はですね、社長を一番輩出している大学とされてます。それだけ人数多いから社長も輩出してるんだろうと思ったりしますけれども、日本大学はあるんですかね、アントレプレナーシップ、起業家精神あるんですかね。そんな感じで頭の中に入れてもらえたらなと思いますね。じゃあ年収次ご紹介できたらなと思います。どの大学がね一番年収高いのかってところをね見てみようかなと思いますけど、どんな形ですね。はい、日本大学が469万円で、まあ、一応日本大学が一番上、そして、まあ、東洋大学が一番下というところですね。エリアコンパスのところからね調べてますので、そこだけ、参照にしてもらえたらなと思いますね。日本大学は先ほども言いましたけれども、社長が一番ね、多い大学ですので、まあ、そこら辺も踏まえるとやっぱ高い形となってますし、それこそね日本大学は医学部もありますので、そこも踏まえるとやはり、年収が高くなる、まあ、平均の年収が高くなるのはまあそうかなとは思います。で、まあ、東洋大学はどうしたっていう感じですけどね。はい、まあ、でまあ言うても40万ぐらいの差ですから、そこまで2と5万線差がないことがわかるかなと思います。まあ、ちょっと余談ですけれども、マーチと比べてみましょうか。どんな感じですね。中央大学1万で、まあ、法政大学482万円というところで、まあ、なんかね法政大学と日本大学変わりはないかなというところですね。先ほども言いましたけど、医学部とか社長とか、あ、そういった側面でちょっと法政大学に近づけるのかなというところはありますよね。日本大学2と5万線の中でも数十万円の差ですし、まあ、ただマーチと2と5万線比べると差はかなりあるかなというところですよね。まあ、100万単位で差がありますので、そこもちょっと、ね、頭の中に入れると、まあ、2と5万線に行くよりかはね、マーチに行った方がリターンはね大きいかなと思いますよね。同じ学費払うわけですよ。大体年に100万円くらい払うわけですから、そう考えた時にリターンが多い方がいいわけですから、そしたら2と5万線よりマーチの方がいいかなと思いますし、もうね一応明治大学ね専門の受験サービスやってますけど、やり方を知っているか知ってないかで2と5万線に行くかマーチに行くか決まってきます。正しいやり方、正しい方向性でしっかり勉強すれば、2と5万線志望のことでもやっぱマーチに行けちゃうもんなんですよね。だからそこら辺頭の中に入れてもらえると、全然なんか2と5万線第一志望にしている受験生時々いますけど、マーチに切り替えちゃっていいんじゃないかなと思ったりしますね。そんな感じです。続いてですね、有名企業400社、就職率をご紹介させていただけたらなと思います。
これはですね、皆さんの知ってるような企業、有名企業にどれだけその大学から就職できているのかというところをね、今計測した数値となってます。これ一応2020年の数値ですので、情報を知りたい方はネットで調べてもらいたいなと思いますね。一応ね、こういうな感じです。ドローンというところですね。はい。日本大が 9.2%、東洋大学が 8.7%、駒沢が 7.0%、専修が 7.0% ですね。いいとこまで見てきましたけど、マーチ見てみると、マーチね、ドローン見てもらえばわかるかなと思うんですけど、かなりね、20% 切ってないですよね。明治大山が 30% 近く浮いてるというところですので、特にやっぱその駒沢選手に比べると、まあ4倍もの差をつけてますので、年収といった側面と、またこの有名企業400社、就職率といった側面で見ると、やはりですね、マーチに行った方がいいんじゃないかなと思ったりしますね。で、続きですね、まあ2等駒線に進学する高校のレベル、どれぐらいなのかってところをね、見てみようかなと思います。進学先のね、学生のね、出身校を見てもらえばわかるんですけれども、2等駒線が基本的に偏差値60以上、65以下の高校の受験生が大半かなというところですね。なかなかその偏差値40とか偏差値50の高校の、ところから合格できる受験生ってかなり少ないかなというところです。うん、一握りだと思ってもらえたらなと思います。別に行けないとかそういうことを言いたいわけじゃなくて、大半がそういう高校から行ってるよというところですね。反対にマーチとかになってくると、基本的に大半の高校は偏差値70とか、偏差値60後半とか、そういう高校の出身者が大半ですので、そこも踏まえると、まあ、ちょっとね、今もし偏差値40とか50とか、そういうところでマーチ目指してるとか、2等駒線目指してる受験生は、ちょっと気を引き締めて頑張らないといけないかなと思います。やっぱなんで気を引き締めて勉強しないといけないかっていうと、周りと同じことをやってるってことは、周りと同じ結果しかないんですね。周りと同じ結果ってことは、それはつまり偏差値40とか偏差値50ってことなんですよ。で、皆さんが2等駒線、マーチに受かるためには何をしないといけないかっていうと、周りと同じ行動ではなくて、周りとは違う勉強をしないといけない。つまりどういうことかって、やっぱ自分で自習しないといけないんですよ。周りと同じ授業を受けてるだけでは、やっぱ何も変わらない。結局その状態では偏差値50なんじゃないですか。そう、偏差値60、70を取るためには、皆さんが周りとは違う勉強をしないといけない。そこをしっかり頭の中に入れて勉強を頑張ってもらわないと、ずっと平行線状態。そう、ずっと成績が上がらない状態になりますので、ただね、夢を追いかけてもいいんですけども、その夢が本当に現実になるかどうかってところはしっかり頭の中に入れてもらえたらなと思いますね。そんな感じです。続いてですね、どうやったら2等駒線に受かるのか、そういう話をね、していけたらなと思います。結論から言っちゃうと、まあ、2つあります。まずは1つ目、得意教科を1つ作ろうというところ。2つ目なんですけども、当たり前の基準を上げるというところですね。1つ目なんですけども、まあ、正直、早慶とかは3教科絶対に作らないとダメです。で、マーチだったら2教科作れば合格できます。まあ、2等駒線であれば、1教科、まあ、得意科目があれば、もう合格できます。もう、これは断言します。英語です。英語を絶対に極めてください。で、圧倒的英語ですね。英語を極めさえすれば2等駒線は合格できます。はい、それぐらいですので、しっかりと今頭の中に入れてもらいたいなと思います。しっかりメモしてくださいね。そんな感じです。いろいろ今、無料受験相談でお伺いしてるんですけど、正直2等駒線に受からない受験生とか、マーチに受からない受験生って、基本的になんとなく相談をしていたりとか、なんとなく授業を受けていたりとか、なんとなく参考書買ってやってる受験生が多いなという印象です。正直、まあ、ごめんなさい、言い方悪いんですけど、受動的な受験生が多いなと思います。この僕の動画見てるかなと思うんですけど、多分僕の言ったね、発言とかって申し訳ないけどすぐ忘れてるんじゃないですか。僕の教えたことを、ね、メモしたりしてますか。実際にそれを活かせてますか。そう、それを活かせてない受験生は申し訳ないけど2等駒線マーチ受かりはしないかなと思います。ただ授業を受けてるとか、ただ予備校行ってるとか、ただ動画を見て成長できるほどそんなね簡単なものじゃないんですよね。しっかり自分の頭の中に入れてそれを実際にアウトプットできる、そこがないとやっぱ成績が上がりませんし、それができないと自分のものにならない、うん、それが本番で使えることはないですので、そこも頭の中に入れてもらえたらなと思いますね。しっかりと英語、これをめちゃめちゃ成績上げるというところ でしかも周りと同じ勉強してると周りと同じ成績なわけですから、やっぱ自分で自学自習をして自分で英語極めて、自分で英単語、英文法、英熟語、英語講座、この4つを埋めていかないとなかなか2等駒線難しいんじゃないかなと思いますね。そんな感じです。まとめますね。圧倒的英語ですね。英語をまず得意教科にしましょうね。8割9割取ればもう絶対に合格できますね。で、他がねめちゃめちゃできない状態じゃなければ絶対受かりますね。はい、それぐらいのレベルであればもう英語しっかり極めていけば合格しますね。それもそうですし、あと他と同じ勉強していてはいけませんので、しっかり他とは違う勉強法ね、そこをしっかり極めて勉強頑張ってほしいなと思いますね。で、2つ目ですね、当たり前の基準を高めようというところなんですけども、ここもね、さっきのお話で、ね、通じるところがあるかなと思うんですけども、当たり前の基準ってどういうことかっていうところなんですけど、やっぱね、2等駒線に受からないとかマーチに受からないという受験生って正直ね、自分で手抜いてるんですよ。うん。言い方ごめんなさい。ちょっときついかもしれないですし、もしかすると傷ついちゃった受験生いるかもしれないんですけども、自分で制限かけちゃってるんですよね。まあ、これくらいやればいいよね、とか。正直、今までやってきた勉強を続けたとしても、成績って上がらないですよね。うん。今までやってきた自分の基準で成績上がらないですよ。なんでかっていうと、今までやってきた基準って、それって偏差値40の勉強ですよ。偏差値50の勉強ですよ。まあ、今までやってきた勉強で偏差値70とかになったらそれは全然いいんですけど、まあ、偏差値70の人ってもう正直、ね、一握りじゃないですか。勉強の成績上がらないよって言ってる人の方がやっぱ大半なわけですから、偏差値65とか70になっていかないといけないわけですから、今までやってきた勉強を継続したとしても、やっぱ変わらないわけですよね。ってことは、じゃあ頭の中に入れるのは、
今までやってきた勉強法からは少しレベルアップした勉強法をしていかないといけないんじゃないかなと思いますね。受験生の多くがいつか完璧になるだろうとか、受けてるだけで成績上がるだろうとか、そういうね、あまり考えを持ってる受験生が多すぎるんですよね。だからやっぱそのマーチ受かる人ってやっぱ10分の1だし、まあ、2等駒線はちょっとすみません、正確な数字出てませんけど、それだけまあ少ない割合じゃないですか。ね、全員受けて全員受かる大学じゃないんですよ。簡単な大学ではないですので、そこも踏まえてやっていただけるといいのかなと思いますし、この言葉でね、しっかり受験勉強のやる気湧いたなって人はね、あのコメント欄とかに教えてもらえれば、そこ応援したいなと思いますし、その調子で勉強頑張ってくださいね。結論からすると、日東駒線もいい大学です。いろんな、ね、学部あるし、で、いろんなことを学べる大学ではあるんですけれども、ただ、年収とか、就職率とかっていった側面で見ると、やっぱ一番いいのは、マーチかなとは思いますよね。日東駒線と比べたら、やっぱマーチの方がいいなと思いますし、そしたらね、早慶の方がいいんじゃないかっていう意見が来るかなと思うんですけど、早慶1年というのはもうなかなか難しいです。ゼロから1年で合格できるほど、なかなかもう簡単な大学分じゃないですよね。スポカとか人科だったらね、前はいけたかもしれないですけど、正直、もう今この状態、2021年、難しいですね。そこら辺を含めると、やっぱマーチが一番現実的な大学分なのかなと思ったりします。就職、年収、そういった側面でやっぱ同じ学費払うんだったら、マーチの方がいいんじゃないかなと思います。まあ、2等駒線も全然いい大学ですし、受けるとね、いいかなと思いますので、2等駒線に進学する方はそのまま頑張ってほしいなと思いますし、マーチに進学するという方はそのまま頑張ってほしいなと思いますし、日東駒線じゃなくてマーチに行きたいよって方はね、しっかりメイパスを使ってもらえたらなと思いますね。最後に宣伝かって感じですけどね。僕らは本当に明治大学専門の受験サービスやってますから、本当に明治受かりたい人、本当に合格させますので、もし少しでも興味ある方は応募していただけたらなと思いますね。はい、無料受験相談もやってますので、覚えていただけたらなと思います。そんな感じで最後までご覧ください。ありがとうございました。バイ。